点でこれ以上コメントできることはない。これほどの規模でなぜ文書が流出したのか想像さえできません。いくつもの暗号と手続き対策が施されていたのです。それで世界中が知ったわけだ。 CIA のブラックプロジェクトが大惨事の原因だったと。これでお前もケインが情報を伏せているという俺の主張を信じるだろ。彼女は全てを話していないと。テイラーはおそらく知る必要のないことを知ってしまった。その結果狙われたんだ。そうだとしてもケインは仲間だ。見捨てることはできない。ウィンズローアコードの作戦は混乱している。悪化する前にテイラーを見つけるんだ。俺たち以外にケインを救える者はいない。彼女なら救出するまで持ちこたえてくれるはずだ。ケイン、外壁のところにいる。キューゾーンを離れるところだ。来るなと言ったはずだ。そんなに喜ぶな。まだついちゃいない。そっちの状況は？セーフハウスは無事か？今はな。イモータルズはすごい勢いで迫ってる。全てを破壊し尽くしながら。ああ、分かってる。手を強く持つんだ。すぐに行く。言っておくが、ケインの救出はかなり厳しい。連中は本気だ。そうか、こっちもだ。彼女を見捨てはしない。イモータルズはセーフハウスに向かいながら手当たり次第に人を殺している。まだイモータルズがうろついてるはずだ。通りは避けた方がいい。同感だ。ここを突っ切るぞ。数ブロック迂回できる。連動したぞ。リアマ、あっちに行け。不是我的，为什么那么快？聞いたか？聞こえてる。報いを受けさせてやれ。クリア。豪商らは怒りに駆られてる。俺たちが弟をやったせいでな。あの女の兵士とも容赦なしだ。誰に対しても。あの女に対してならこっちも容赦はしない。状況はいいとは言えんな。どうする、ヘンドリクス。ベストを尽くすだけだ。悪党どもを殺す。昔のようにか？昔のようにだ。まだ終わりじゃない。なあ、ケインを救い出す頃には
テイラーや残りの連中はとっくに姿を消してるだろうな。結局こうなるんだな。ケインを助ける、テイラーを探すのはそれからだ。仲間を置き去りにはしない。ケインは本当に仲間なのか。またやってるぞ。あの救いようのないバカどもを潜ってやる。いいか、奴らは皆殺しだ。悪くなる一方だな。シンガポールには来るべきじゃなかった。姿勢を低くしろ。理解していないようだな。テイラー、一体何をしている。この裏切り者、機密情報を敵に流しやがって。真実を伝えた。表面上は真っ当な組織を装いながら CIA は違法な人体実験を行っていた。ある日突然台無しになる実験、無数の人々を死に追いやり、その後もさらに多くの人々が苦しんだ。自らに問いかけろ。この状況で悪者は誰だ。目の前で起きた大惨事を生き延びた者たちか、あるいは真実を隠蔽したホワイトカラーやイエスマンどもか。問題があるとはいえ、イモータルズは一つの社会を築いた。誰もが目をそらし見捨てられた人々の中で、彼らの望みは復讐かもしれない、正義を望んでいるだけかもしれない。いずれにせよ、その怒りは至極当然なものだ。テイラテイラテイラーに通信をジャックされた。ケイン、ケインから返事がない。すでに手遅れかもしれない。イモータルズがセーフハウスに侵入したらケインは死んだも同然だ。ルートを指示してくれ。彼女についてはお前の見立て通りだと思うな。落ち着け、視線がそれるまで待て。すぐに排除しろ。クソ、降戦しろ、敵が来るぞ。全員始末しろ。
ASP の注意を引くなよ。屋上に向かうぞ。敵の状況が少しはつかめるはずだ。まるでイモータルズの集会場だ。俺は上から援護する。落ち着け。視線がそれるまで待て。視界に入るな。收到信息，继续巡逻。クリアだ。敵は警戒を解いた。继续巡逻。收到信息，继续巡逻。收到了，继续找。收到信息，继续巡逻。
この影から離れるな。イモータルズが大勢いる。慎重に行け。そのまま進め。本当に諦めないつもりか？ヘンドリックス、彼女をシンガポールに置き去りにはしない。全ハウスが突破された。パニックルームまで交代する。コードブラックを発動。お前が生きてることが分かってよかったよ。通信越しにテイラーの話を聞いてなかったのか？彼から接触が？彼は何を？テイラーから何を聞いた？奴らが来るぞ。ヘイ！クソ、また通信が切れた。いや、これは違うな。我は復讐を誓った。貴様らは弱者と病人を隔離する壁を築いた。彼らを見捨て、そして忘れた。今こそ貴様らが招いた終末の子らが彼らを見殺しにした者たちに復讐を果たす時だ。これは貴様らが撒いた種。ゴーシャオラ、どうやって？俺が通信プロトコルにアクセスできるようにした。テイラー、何がしたい？一体何が望みだ？決断、責任、それは常にたった一人の人間が担う。そいつを見つけたい。なぜだ？ウサギの巣穴がどこまで続いているのか知るためだ。あのテクニカルならスナイパーを圧倒できるぞ。
ならスナイパーを圧倒できるぞ。俺に続け、セーフハウスまで突き進むぞ。止まれ、聞こえたか。ASP だ、隠れろ。攻撃を引きつけろ、俺が防護システムを叩く。こちらの通信に侵入した。もう誰が聞いてるか、割り込んでくるかもわからない。
攻撃が激しすぎる。
オーケー、次はケインを探す。クソ、ミッションもここまでか。回収手段を確保してくれ、ヘンドリックス。冗談だろ、彼女終わりだ。いや、マナだ。おい、聞いてんのか。死んだんだ、諦めろ。お仲間は随分と抵抗していた。彼女に何をした。二度とお前とは話せぬ。今ではおとなしいものよ。じきにわかる。そこで待ってろ、ヘンドリックス。まだ終わってない。ヘンドリックス、言いたいことは。まったく血の気の多いやつだ。